ドバーン、ドバーン、テーキドバーン、イエーイ、イエーイということで、ありがとうございます。やりました。寒いですね、今日も。勝ったよ、ケンジクマンのグミ。マッソー、マッソー、買いました。ということでね、これね、シークレットもあるよ、ほら。何これ、ってこと37体。タリーマンが出ました。タリーマン、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 イエーイということで、買いました。ね、開けてみたいと思います。これね、ずっと気になってたんですけど、ついに買ってしまいました。開けてみます。金消し型グミ。ね、これね、ね、配信でも言いましたけど、俺の動画で、金消しを扱うと再生回数低いです。めっちゃ。はい、ということで、お、来ました！何これ、アシュラマンじゃね、ということで、思ってたよりも、荒いな。もっとリアルな感じ、金消しっぽいリアル感があるかと思ったけど、そうでもなかったですね。実際のね、金消しを持ってきました。ヌスッとジョージを持ってきました、金消しの。ということで、これぐらいのね、子供ぐらいの大きさかな。お父さん、お父さんぐらいの感じの、感じですかね。ヌスッとジョージとこれぐらいですね。ということで、アシュラマンですよ、これね。おいしい、ハイロスイ、ビタミン C! ということで、全然面白くない。ということで、見てみましょうか、あとね。うん。ほら、いっぱい入ってるよ、結構。思ったより。ね。お、これは、わかります？ネプチューンキング。ネプチューンキング。うん。ね、名前ただ言っただけです。お、なんだこれ。お、力士マン。力士マン書いてない。書いてないのに入ってる。力士マン。ね。うん。いいですね。さあ、次行きましょう。あ、なんだっけ。ミスターカーメン、そうだね、ミスターカーメンって書いてあるわ。ミスターカーメン、ちょっと分かりづらいな、形が。思ったよりもっとはっきりしてんかなと思ったけど、あ、ネジです。頭がネジになってます。スクリューキットね、懐かしいな。スクリューキットだそうですね。え、20円のガチャガチャの金消しがあったんですけど、それよりちっちゃいな。あ、出た、ウォーズマン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 。でもね、ほら、グミで見ると、これ、なんか、横が、横ぶっと、この形でしたけどね。はい。さあ、来た！お！あ、これはちゃんとしてる！筋肉マン、ゼブラ！ゼブラです。はい。さあ、さあ、シークレット出ないね。あ、かわいい！かわいいね、これ。ステカセキング！筋肉マン、これはいい。ちょっと食べるの惜しいな。飾りたいな、シークレット出ないな。あ、出た、またリキ、おー、ごめんなさい、携帯、揺れちゃった。また力士マンです。ちょっとふにゃり曲がってるけど、映ってねえ、映んねえな。ちょっとごめんなさいね、いつも撮ってる場所がちょっとね、パソコンの上だ、パソコン壊してしまいまして。出たー、これ何これ。あ、またウォーズマンか。ウォーズマンがこうぐじゅって曲がってるね。昔のガチャガチャね、カプセルに入ったとこう、ぐにゃって曲がってね、立たねえってやつがね、結構多かったですからね。はい、あ、これもかわいい。なんだっけ、これ。ザ・マウンテン。ね、テリーマンにやられてしまいました。ザ・マウンテンですね。うん。あ、空っぽだー、シークレット出ずー、残念。でも、美味しいですね、これね。かわいい。なんか、どうしよう。ねえ、あんまり食べんのあれだな。もったいないな。っていうことで、ちょっと残念ですけど、結構でも思ったより入ってたね。もっと全然少ないかなと思ったんですけど。うん、なんか食べんのもったいないな。
さうちの子とかはもう全然もう 何か分かんないから多分持って帰っても何の気なしに食べちゃうと思うけどね。トントン相撲もやりたいね。ただやれないだろうな。ね、なんか粉ついてるし、くっつかないようにかな。はい、というわけで、シークレットデッツ残念、また買わないとね、何かもよくわからない。このシルエットじゃよくわからないもん。何こう、トゲ、肩からトゲ、角が生えてるみたいなやつ。予想でいくとこれ、ウォーズマンの、なんつうの、この、リングに上がるときの、なんかこんなつけたとかして、トゲトゲのついたやつかなっていう雰囲気ちょっとするんですけど、わかんないね、これね。まあ、ということで、以上でございます。筋肉番組でございました。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、お願いします。そして、カウドチャンネルは、毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それで、ベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくと、ライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録、お願いします。一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。